皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする iTeachers TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂井です。さて小坂井先生、はい、我々こうして毎週 YouTube で動画配信をしてるわけですけども、学校における動画の活用ってどうですかね。とっても有効だろうなと思っております。今の子どもたちっていうのは目指せ YouTuber って感じですから、動画を活用した教育といったようなものはモチベーションであるだとかクリエイティビティを発揮するのにですね、非常に有効かなと思ってます。確かにそうですよね。逆にこの動画を活用する上での課題点ってどういうところなんでしょうか。はい、まあ、一つ大きいのはですね、その動画を撮ったはいいんですけれども、どのように共有するかっていうのが課題だなと思っております。学校ですので、それをどのようにですね、公開するか、特に YouTube だとなんだかなって思っちゃうところなんですよね。はい、ということで今回のゲストをご紹介したいと思います。今回のゲストスピーカーはこちら、津軽市立森田小学校の前田正明先生です。今回は青森のご自宅からリモートでご出演いただきましたよ。はい、青森の先生初めてですよね。動画活用、動画制作のスペシャリストの先生がどのようにやられているのか、とても注目しております。はい、すごく楽しみですね。はい、それでは行ってみたいと思います。ゲストスピーカーは津軽市立森田小学校の前田正明先生。プレゼンタイトルはそしてみんなが語り出す、授業で使うフリップグリッドです。前田先生、お願いいたします。どうぞ。そしてみんなが語り出す、授業で使うフリップグリッド。津軽市立森田小学校、前田正明と申します。私は日本初の認定教育者レベル3として、日本ではまだマイナーなサービスであるフリップグリッドをもっと多くの方に使ってもらいたいと思い、いろいろな活動をしています。今日はフリップグリッドの紹介をしたいと思います。今日のお話の流れです。まずはフリップグリッドとはどのようなサービスなのか、実際の投稿の様子を見ていただいた後に、フリップグリッドでできること、そして授業で使う前に気をつけてほしいことについてお話を進めてまいりたいと思います。それではフリップグリッドについて説明させていただきます。フリップグリッドはアメリカのフリップグリッド社が提供している動画ベースのソーシャル学習プラットフォームです。もともとは有料で提供されていて、年間8000円ほどかかっていたんですが、マイクロソフトが買収したことにより無料で使えるようになりました。フリップグリッド社のスタッフから聞いたところによると、保存容量は無制限、さらに保存期間も無期限ということで、フリップグリッド社が存続する限りはほぼフリーで使えると言って間違いないと思います。もともと教育用として設計されています。YouTube や TikTok などのような動画サービスとは違い、拡散を目的としていないため、閉じた使い方が基本となっています。そのため、学校で使うときに非常に安心、安全に使うことができます。それだと外部とのコラボが面倒くさいのではないかというお話を聞くときがあるんですが、そんなことはありません。ドメイン単位や細かくメールアドレス単位で参加する権限を制限することができます。また必要に応じてゲストパスワードを発行して交流することもできます。URL をやり取りするだけで、日本中どころか世界中どことでも簡単にコラボレーションすることができます。使用するためにはマイクロソフトか Google のアカウントが必要となります。どちらも無料で発行できますので、今すぐ使うことができます。子どもたちにアカウントはあっても、子どもたちがメールアドレスを使うことができない
という学校も日本中いろんなところにあると聞いています。そのような学校でもご安心ください。ログイン用の QR コードを発行してメールアドレスなしですぐに子どもたちが使うことができます。また Google クラスルームを使用している学校では Google クラスルームから児童生徒のリストをインポートして使うことができます。このように非常に簡単に使えるフリップグリッドです。実際の登校の様子をご覧ください。それでは早速トピックに動画を投稿してみましょう。トピックを開くとトピックのタイトルを確認します。その下にトピックの説明書きがあります。このトピックでは好きな食べ物を動画で投稿することになっています。すべて英語になっていますが、英語を読まなくてもどこをクリックすると動画を投稿できるのかすぐわかりますね。いかにも動画を投稿できそうなボタンがここにあります。ここをクリックするとカメラが起動します。真ん中の録画ボタンをクリックすると録画が始まります。私が好きな食べ物はラーメンです。録画が終了したら NEXT をクリック。私が好きな食べ物はラーメンです。もう一度 NEXT をクリックします。そうするとセルフィーを撮影する画面になります。今回はこのままで構いません。サブミットをクリックするとアップロードが始まります。投稿が終了しました。今投稿した動画がここに表示されます。このようにとても簡単に動画投稿ができます。ご覧いただいたようにとても簡単です。小学1年生でも普通に使いこなしています。ですから日本中どこの学校でもすぐに使えると思います。ではフリップグリッドではどんなことができるのでしょうか。できることを説明したいと思います。まずはご覧いただいたように動画の投稿です。そして投稿された動画へ動画でコメントをつけることができます。教師が上げた動画、子どもたちが上げた動画、それぞれ自由にコメントし合うことができます。最近では投稿された動画へテキストでコメントをすることができるようになりました。またカメラ機能が非常に充実しています。どうしても子どもたちの顔を動画で投稿することに抵抗があるという先生方も多いと思います。その場合、フィルターをかけることで簡単に顔を隠すことができます。またスタンプを使うことでモザイクほど仰々しくなく楽しい感じで顔を隠すこともできます。書き込みもできるので動画を楽しくすることができます。また別に用意した動画を画面の中に挿入して一緒に動画として投稿することができます。さらに画面を録画して、それを動画として投稿することもできます。それ以外にもいろいろなことができます。フリップグリッドを使うと授業が非常に楽しくなります。早速授業で使いたいと思われた先生方も多いのではないでしょうか。私が2年以上フリップグリッドを使ってきて、授業でフリップグリッドを使う前に、ぜひ心がけてほしいことをお話ししたいと思います。それは、まずは飽きるまでフリップグリッドで遊ばせることです。フリップグリッド自体が珍しいうちは、それを使うことに集中してしまい、授業には集中できません。これはフリップグリッドに限らず、すべてのデジタル機器、ソフトウェアに共通することだと思います。飽きてからが勝負です。以上、
フリップグリッドについて紹介しました。次回は具体的に授業でどのように使っているかについてお話ししたいと思います。はい、こんにちは。株式会社ワークの横江と申します。本日はギガスクール対応端末でのコンテンツ制作についてご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。まず最初にギガスクールについて少し触れていきたいと思います。ギガスクール構想とは、義務教育を受ける児童生徒様のために、一人一台の学習用 PC と高速ネットワーク環境などを整備する5年間の計画となっております。このような形で様々な OS とか端末のですね、機材が生徒様一人一人に配られているというような形でございます。私ども5年生の娘もですね、昨年1台 PC が配られました。まあ、運用は始まっておりますけれども、デジタル教材についてこんなお悩みはありませんでしょうか。良いアプリやウェブサービスがなかなか見つからないとか、ネット上の無料教材は著作権が不安なものが多かったりとか、サブスクリプションタイプの教材サービスはなるべく利用したくないとか、自分で教材を作ってみたいけれども、時間をかけていられないとか、このようなお悩みはないでしょうか。そこで今日はですね、そんな方々にいいお知らせをご紹介したいと思います。弊社の方で発売しております、iテスタロイドというソフトウェアがございます。こちらはですね、手軽にオリジナルの教材を作って、皆さんに公開することができるというようなソフトウェアになります。テンプレートを選んでですね、様々なものが作れるようになっておりまして、まあ、マニュアルですとかテストですとか、そのようなものですね、自由記述とか、様々な、コンテンツを作ることができるというようなものでございます。またですね、様々な素材を読み込むこともできます。iPhone とか iPad などで撮った写真とか画像ですとか、あと映像ですね、それから音声データ、それから YouTube の動画なんかも取り込めます。それからあと PowerPoint のスライドですね。それからあと Excel を使ってテストの問題の一括登録なんかもすることができるようになっております。制作したデータは GigaSchool 構想対応の学習用 PC で動作いたします。Windows、Chrome OS、iPad OS、すべての環境で動作します。月額費用はかからないようになっております。売り切りのパッケージの販売になっております。また、制作した教材はですね、PC に保存されますので、ずっとですね、取っておくことができるという形になっております。専用エディターを使ってノンコードで制作することができますので、プログラムの知識がない方でもコンテンツを作ることができるという形です。作り方はですね、3ステップになっておりまして、テンプレートを選択して、文字や映像、画像などを入れて、そして書き出すと。この3ステップですぐにコンテンツを作ることができます。また、いろいろな機能がついておりまして、細かいセットがすることができるようになっております。学校における ICT を活用した学習画面ということで、文科省様が発表されております YouTube チャンネルがあるんですけども、こちらのですね、個別学習、共同学習のあたりで、この iT スタロイドが使えるようになっていると思います。こちらが弊社からのご提案ということで、グループごとに画像や問題、音声などを制作して、生徒様が作った素材をですね、先生の PC の中で加工してですね、教材として配信することで、様々な教材データが作れるというような形になっております。ぜひご検討いただければと思います。今日はありがとうございました。はい、はい、ということで津軽市立森田小学校の前田正明先生のプレゼンをお聞きしたくてもいかがですか。はい、非常にですね、面白いなと思っていて、フリップグリッドって使ってなかったんですけども、改めてですね、なんか授業で取り入れられないかなというふうに思いました。まあ、今日いろんな、機能であったりとか無料で使えるというところをお話いただいたんですけども、さらに最後に授業で使う前にまず飽きるまで遊ばせるって、これ確かになって思いましたね。はい、私もですね、それ本当にその通りだなってストンと落ちたんですけど、実際授業でやってても本当にその飽きてからが勝負だっていうのはですね、本当に実感がこもってそうだなって思います。ICT 取り入れて生徒たちがこう遊び出しちゃったなって思った先生たちは、そこでやめずにぜひ最初に遊ばせるっていうのを覚えておいていただくといいと思いますね。はい、気をつけていきたいと思います。はい、といったところでお時間になってしまいました。 IT チャス TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.